ミヒラの和田始まるよ。ロケめちゃめちゃ踊ってるじゃないですか。ちょっとそう、今日ロケなんでね、はい、ちょっと声張ってもらっていいですか。わかりました。よろしくお願いします。はい、結構な雑音がすごいんでね。ここはどこですか。ここはこれを見たらわかる人はわかります。はい、有名な新橋です。そうなんですよ。なんで新橋なんですか。今日ね、みひろさんを新橋に呼び出したのはですね、あ、わかった。はい、新橋のスーツ着たおじさんに声かけて、はい、一緒に飲むみたいな。いや、飲む、あ、まあそれもおごってもらえるならね、一杯どうですかなんて、そういう感じですか。まあまあそれもいいんですけど、うん、現状ね、チャンネル登録者数の伸びが、はい、もうあんまり増えてないっていう。終わってしまうこのチャンネル。なので厳しい。動画上でお願いするより、うん、直接なるほど、直接チャンネル登録してもらおうと、うん、もうここはみひろさんに、はい、ガチンコで、うん、声かけて、はい、チャンネル登録してもらうっていう企画を。そうですね、そうでもしないと今年中に5万人はちょっと難しいですよね。難しいです。今まあ悪天候ということで、はい、まずちょっと神社にお参りにも行こうかなと。何人登録者数目指すみたいな。ズバリ100人です。100人。はい、じゃあスムーズにいったら、はい、100人声かけたら達成しますね。そうですね、うん、100人声かけたことないからさ。どんな感じになるのかすごく未知なのよ。もしなんか良さげな人がおったら、うん、優しそうな人がいたら声かけてもらっても大丈夫です。あ、本当ですか。はい、わかりました。ちなみに新橋とかは来ることあります。あんまりないですね。 あ、新橋に好きな、はい、ジンギスカン屋さんがあって、はいはいはい、そこを目当てに行くことはあります。うん、はい、あ、餃子の王将だ。お、多分なんですけど、はい、私食べたことないんですよ。王将？うん。でもテレビで、はい、なんか王将のことをすごいやってるじゃないですか。やってますね。めちゃくちゃ食べたいんですよ。お、食べてみたい。企画変えます？みろさん、はい、ちょっと一回声かけてみましょうか。そうですよね、はい、すいません、今2分ぐらいお時間大丈夫ですか。大丈夫、はい、ありがとうございます。今 YouTube の撮影してまして、はい、YouTube ってよく見られますか。まあ、見ますよ。あ、本当ですか。ちなみにどういう YouTube。 まあ、主にアイドル。あ、何にされてる。あ、私も一応元アイドルで、エビスマスカッツっていうアイドルグループのメンバーの中では、はい、過激な部類の方に。あ、確かにエビスマスカッツ過激です。ですか。今ですね、YouTube みひろの元っていう YouTube 撮影してて、ちょっとチャンネル登録者数がみひろさん、はい、みひろ担当要素強いんですよ。みひろ、みひろって言うんですけど、それで、よかったら、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。もちろん、もちろん。おっ、ありがとう。え、登録していただけました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。一人月中。みひろさん、はい、新橋の駅地下にある、うん、カラス森神社です。こちら、はい、え、なんか鳥居がさ、独特。あ、え、やっぱりあの鳥居の形独特だよ。なんか意味あんのかな。季節のお花が飾ってある。紫陽花。
願ってきました。やってみました。はい、チャンネル登録5万人と今日の動画がバズりますよ。はい。なんか不思議な作りですね。そうなんです。なんか奥になんか占いとかしてくれそうな場所が。で、なんか、はい、これいただきました。お守り？お塩。お塩。お塩とお守りも、なんかくださいました。へぇ、あ、お守り嬉しい。はい、おみくじもやりたい。おみくじ？あ、不思議。伸び長いです。すごいね。すごいですね。さあ、みひろさん、はい、もうこっからどんどんあの声をかけていって、はい、登録者数を増やしていきたいんですよ。はい、みひろの元はですね、うん、まあ一番層が厚いのは30代から40代、うん、もしくは50代、うん、なんで、じゃあぴったりだな。そうそうそう、新橋。森内さん、はい、どうしたんですか。ちょっと右太ももしびれ出してる。ちょっと待って、まだお参りしかしてないんですけど。腰痛い。あのストレッチしながら頑張ります。ありがとうございます。ちょっと。さあ。じゃあ行きますよ。行きましょう。すぐ音を落とさないで。今 YouTube の撮影してまして、私みひろって言うんですけど、あ、そうです。あ、知っててくれてありがとうございます。ありがとうございます。で、あの今年中に5万人いかないと、あのこの YouTube 終わってしまうので、よかったら登録していただけないでしょうか。え、してるんですか。します。あ、します。あ、お願いします。はい、今何人くらいなんですか。今2万ちょっとですね。もうすぐです。いや、そうですね。ポジティブ。はい、応援します。はい、あ、一応画面見せてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、応援しております。嬉しいです。あ、すいません、撮らないようにするので。あ、違う。YouTube とか見ますか。見ます、見ます。あ、今 YouTube の撮影してまして、私みひろって言うんですけど、よかったら YouTube の登録お願いします。いいですか。はい。ありがとうございます。みひろの元っていうタイトルなんですけど。あ、嬉しい。ちなみにおいくつですか。今年で22です。あ、22。あ、わかる。みひろさんってわかります。すいません、音楽です。全然です。やっぱりね、若い子は通ってきてないのかな。私じゃないのかな。イエーイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。就活頑張ってください。いろんな出会いがありますね。そうですね。ね、あ、行ってみます。今、この私 YouTube やってるんですけど、はい、いただけますでしょうか。あ、いいですか。あ、ですね、今これ今はちょっと
あ、本当に携帯ない、スマホ持ってないです。あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕 X でつぶやきます。はい、ヤッホーヤッホー。皆様こんにちは、みひろです。今ですね、 YouTube の撮影をしてて、ここどこでしょう、どこでしょう、ほらカメラがあるね。 YouTube の撮影してます。よかったらみんな登録しに新橋に会いに来て。新橋にどのくらいしばらくいると思います？なんか私の周りから人がいなくなるんですけど。私の周り人がいなくなるのはなぜ？どういう状況？全然おらんようになった。ほんと、あの黄色い人はさっきからいるから、声かけたら。ああ、早かったな。嬉しい。じゃ、顔を映さないようにするんで。はい。やった。お、画面だけにします。ありがとうございます。お仕事頑張ってください。じゃあね。なります。YouTube 登録していただかないと、帰れないっていう企画をやってまして、よかったら、今100人。お願いします。お願いします。嬉しいので。あ、嬉しいです。お願いします。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。行きます。はい。やったー。よい。ありがとうございます。よい、お疲れ様です。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。活動頑張ってください。ありがとうございます。入れないっていう企画をやっておりまして、何卒登録していただけないでしょうか。みひろと言います、私。いいですか。ありがとうございます。優しいよ。登録お願いします。ありがとうございます。はい、このみひろのもとって私やってるんですね。で、登録者数を増やさないと帰れませんって言ってる。よかったら登録していただけないでしょうか。わかります。ありがとうございます。優しい。みひろのもとと言います。嬉しい。ありがとうございます。修学旅行ですか。はい、もう修学です。どっから来たんですか。宮城県です。あ、宮城、仙台。行ったことあります、私。そうですか。うん、牛タン食べました。ありがとうございます。わー、優しい。あれ、画面見せてもらってですか。ありがとうございます。なんて優しいんでしょう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。人募集してます。ヤニ。え？通信が。通信が。通信が遅い。あ、通信速度。あ、ありがとうございます。じゃあ撮りますよ。はい。お礼に。あ。一気に5人。ありがとうございます。よかったよ。ものです。あ、嬉しい。すいません。今仕事終わりで来たんです。あ、嬉しい。ちなみに顔出しってありですか？なしですか？あ、大丈夫ですよ。全然。はい。ありがとうございます。あ、登録済みです。あ、そうです。画面だけ確認させてもらっていいですか？ありがとうございます。すいません。いや。昔からファンだったので、お会いできてよかったです。写真撮りましょう。いいですか、はい、ありがとうございます。だって、TikTok の配信で、
はい。すいません。いきます。はい、チーズ。もう一丁いきます。はい。はい、チーズ。よく見てくださってるんですか、TikTok。そうね、TikTok、YouTube を見てて、そう、あの、ずいぶん昔からあの、おしゃれなんです。なんか今後、こういうのを撮ってほしいなとかいうのがあったら、ぜひ聞かせてください。こういうのが見たいなとか。でも結構、街ブラとかしてくれると嬉しいです。ああ。ここのとこ行きましたとか、はい。まあ、許可とか大変だと思うんですけど、そういうのをしてくれると、なんか、あ、じゃあ、みひろさん行ってるとこに、あ、じゃあ今度俺も行ってみようみたいなのいいかなと。参考にね。そうですね。します。多分、ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。めっちゃ手があったかかったです。嬉しい。すいません、はい、ちょっと YouTube なんですけど、ほいほいインタビューっていいですか、顔出しなしで。あ、顔は OK ですよ。あ、顔、あ、ほんまですか。今、はい、このミキロのもとっていう YouTube の撮影してるんですけど、はい、登録たくさんされないと帰れないっていう企画をやってるんですよ。要はなんか登録者数何人かで帰れまってんって、あー、よかったら登録していただけませんでしょうか。ミキロのもと、はい、ミキロって言うんですけど、ご存知ですか。あ、初めて知りました。登録なんて、はい、YouTube よく見てるんですか。見てますね、はい、いろんな YouTuber 見てます、はい、よかったらその中の一つにしてください、はい、あ、ぜひします。ありがとうございます、はい、お仕事はこれからお仕事ですか。いや、もう今休憩で、これからあのちょっと回ってたんで帰るところです。そうなんですね、はい、今日も一日の仕事、はい、お疲れ様でした。いい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、以上大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます。優しい、優しすぎる。お兄さん、ナイスです。顔を隠さないようにするんです。いいですか、ちょっとだけ、はい、今、みひろのもとっていう、はい、あ、知ってますか。ありがとうございます。あの、これ、100人登録できるまで帰れませんっていうのやってて、はい、よかったら登録していただけないでしょうか。YouTube、はい、YouTube です。ありがとうございます。あ、嬉しい。学生の時よく見てます。学生の時ですよね、はい、もう十何年前ですからね。ありがとうございます。ありがとうございました。今からどこか行かれるんですか。今仕事の休憩中で散歩してます。あ、散歩ですか、はい、よかった、声かけてありがとうございます。綺麗ですね。いい、もしよかったら記念撮影とかで。あ、はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。あ、もちろんです。ありがとうございます。お仕事頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。優しい。さすが。 YouTube 登録してもらわないと帰れないっていうことになりまして。何をすればいいですか。あの、登録をいただくだけで。ありがとう。画面だけ確認させてもらって。ありがとうございます。あ、そうです。これでチャンネル登録、はい、すればいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。お仕事頑張ってください。また登録してください。なんかいろんな人間模様が勉強になりそうですね。ねえ、だってその TikTok 見てわざわざ来てくれる人もいれば、はい、声かけてるのに無視する人もいるんやから。いや、でも無視はない、今んとこ。ああ、ごめんなさいって言われる。ああ、無視はね、さすがにまだない。あ、まだない。あ、あ、すいません。何でも大丈夫です。ありがとうございます。みひろのもとと言います。みひろは知ってますか。知ってますな。知ってます。見たことあります。あ、嬉しい。すごい。あ、はい、それです。登録。はい。あ、画面だけ確認させてもらっていいですか。ありがとうございます。一応画面の確認だけ。ありがとうございます。ありがとうございます。登録ぐらいなら。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。あ、来ました。あ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。いらっしゃいませ。そうです。あ、ありがとうございます。確認だけいいですか。確認画面だけ。ありがとうございます。ありがとうございました。画面の確認だけ。あ、ありがとうございます。今 YouTube の撮影してて、あの私みひろって言うんですけど、その登録者数が100人いくまで帰れませんっていうのやってるんですよ。なのでよかったら森地さんファンの何さんですか？かなみです。かなみ。かなみさんよかったら登録お願いします。ちょっと待ってください。ああ嬉しい。森地さんファンの方に出会いました。多分森地さんファンって言ったらちょっとあのしっくりきてないかも。ああすごい。嬉しいですね。嬉しい。ね。あ、これ。OK! イエーイ！ありがとうございます。はい、チーズ。あ、いい感じ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございました。すごいじゃないですか。びっくりしたな。森地さんファンに遭遇。だから森地さんファンで、ハニクルファンではあるけど、モレチのファンではない。嬉しい。なんか泣きそうになってました。なってましたね、うん。はい、それです。ありがとうございます。はい。画面だけ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにみひろはご存知ですか？見たことあります。ありがとうございます。ありがとうございます。これ映んないですよね。映んないです。しました。ありがとうございます。登録いただきました。登録しました。ありがとうございます。です。ちなみにおいくつ？27です。おそうなんですね。ずいぶん若い時に見られた。え、あれですよね、アベマ出てましたよね。はい、みひろの元って言います。はい、ちなみにみひろはご存知ですか？あのみひろさんですか？はい、登録しました。あ、ありがとうございます。はい、確認だけ。はい、ありがとうございます。はい、すみません。はい、よかった。あのみひろです。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、もしかして出てみて、おお、埼玉で見て、埼玉に住んでんですけど、埼玉から新橋でやってるっていうから、嬉しい。ありがとうございます。TikTok 見てくださったんですね。完全アップフォローするんですか？はい。はい、登録しました。ありがとうございます。登録画面だけ、画面だけ確認。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あ、あ、よくよく見に来てくださってるじゃないですか。TikTok すげー、嬉しい。写真で、もちろんです。じゃあ SF の前で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。TikTok やってよかったですね。そうですね。ね、はい、前に来てくださいました。さすが。マジびっくりした。よかったら、これ登録100人いかないと帰れないっていう約束をして。マジっすね。はい、お願い。ちょっと待って。顔出すけど。デジもやべえ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、みひろさん。はい。新橋に来てですね。約3時間半ぐらい経って、はい、今約30人かな。30人です。登録。1時間に10人。なかなかね、ちょっとお昼からやったら、やっぱあのお勤め中の人が多かったので。そうですね。確かにお仕事中なのでって断られることが多かったから、うん、今からは多分飲みに行く人が多いんじゃないですか。そうですね。うん、でも立ち止まりやすくなるかな。まあみひろさんのこと知ってれば。確かに。まだ大丈夫ですか？心は折れてませんか？折れてないですよ、まだ。はい、ちょっとだけ足
足がちょっとだけ疲れたかなっていうのはあるけど、ちょっと一回休憩しましょう。ちょっと待って、ね、休憩したいでしょ。いやいや、僕じゃ、いや、みひろさんがもし疲れてんやったら休憩しますけど、疲れてないです、うん、あ、嬉しい。嬉しいです。今あのなんだ、みひろ組のみんなやりとりやり始めてる。あ、そうなんですか。やばい。今ね、TikTok 見てくださった方はわかると思うんですけど、チャンネル登録をしてもらってる最中で、よかったらしてください。はい、お願いします。嬉しい。TikTok からまたファンの方が会いに来て。雨の中ありがとう。ちなみにどこから、どちらからいらっしゃったんですか。今は仕事の途中に抜け出してきました。内緒です。内緒です。ありがとうございます。皆さん、OK です。何ですか ？OK です。もう100人いったのに。もう無理です。これから雨足も強くなるみたいで、はい、風も強くなってきてるんで、はい、撮影不可能ということで。リベンジ、また。リベンジ、そうですね。地域変えるか、なんかして、まあ作戦、もうちょっと、例えば、なんか、看板みたいなのしょってやるとか、なんかいろいろアイデア出しながら、またリベンジちょっとしましょうか。なんだろう、もうちょっと肌見せればよかったのかな。確かに。確かにじゃない。ちょっと初の王将餃子。いただきます。ありがとうございます。美味しい。チャンネル登録よろしくね。高評価コメントも書いてくれたら幸せです。みひろのもとよろしくね。